はい、YouTube、アニメさん、ガッチャンです。今日もちょっとぴょんぴょんエクササイズで遅くなっちゃったんですけども、これからぴょんぴょんエクササイズをして、その後、エクササイズをしていく予定です。でですね、今日はね、ちょっとね、まあ、たまにはへっこんでることもあるんですよ。はい、最初にね、ダイエット効果を高めるために、スクワットをしていきます。んでですね、はい、よいしょ。そう、スクワットした後に、いきますかね。いきます。今日でね、28日目のはず。に、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、だんだん暑くなってきてね、脱いでいきますけど、よし、この15回の、スクワットをもう2セットいきます。1、2、3、4、5。はい、そう、実はですね、この3日ぐらいね、停滞期に入ったらしくて、全然105キロから106キロの間をね、行ったり来たりします。はい、まあここは我慢するしかないところかなと思ってます。3回目、いくよ。せーの。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回。よし、こっからぴょんぴょんやっていきますね。はい。そう。はい、スタート。よし。今日は体が重いたいな。そう。昨日はね、下の側から、ラックはしましたが、はい。ですね、そう、停滞期ね、よくわかんなくて、そう、ブログ読んだんですよ。いろんな人のブログ。そしたらね、停滞期をごまかしちゃうっていう、まあ、停滞期って、自分の体重が、急に、体が、急に体重落ちてきて、お前大丈夫かっていうことで、体重を落とさないように、頑張っちゃうのが停滞期らしいんだけど、そう、なんだけど、それをね、ごまかして停滞期を起こさせない方法があるらしいんだけど、なんかね、何回も読んだけど、いや、これは私には無理だな、なんて思って、
それは断念しました。ちょうどね、臨床データと同じが出てるのと同じように、初めて1ヶ月目、2ヶ月目に入ったところで、携帯切った後したので、まあ、そういう意味じゃ、順調なのかな、なんて思ってます。で、長くて2週間、短くて1週間ぐらい、っていうので、まあ、頑張って続けるしかないかな、なんて思ってます。と、なので、しばらくね、携帯切ったこれまで、まあ、体重計乗るのはね、あまり楽しくないですね。そう、でもいいの。と、停滞期超えて、12月の半ばぐらいにはね、100キロ切って、と、またね、まあ、そのうち停滞期来ると思うんだけども、また、今度95キロ目指して、ここから100キロ、10キロ、ダイエット目指してね、頑張っていこうと思います。あと1分。そう、まあ、サプリもね、順調飲んでますし、食事療法もね、結構きっちりきっちりやってるので、はい。そこは、頑張れば、なんとかなるかな。で、まあ、とりあえずの最終目標の、とりあえずの目標の、80キロを目指して、はい。あと、5ヶ月で、25キロかな。そう、5ヶ月で25キロダイエットを目指して、頑張ります。皆さんの声援がね、私のモチベーション。ぜひ皆さん、ここかな。はい。チャンネル登録していただき、いいねをしていただければ、ありがたいです。そんなわけで、あと5秒。はーし、終了。この後ね、そうだ、毎日ね、8時くらいから、ベースライブで、ちょっとしたエクササイズの動画やりながら、私の、商品の、ご紹介します。私専用ブランドを立ち上げたばっかなんで。ぜひ皆さん、そちらの方もご覧ください。ガチャでした。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーって思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。